うございます。それでは本日をご覧いただきたいと思いますが、最初に、新型コロナの感染症の現状についてご報告をいたします。まずワクチンの接種状況であります。10月18日現在、1回目、少なくとも1回接種した方は67万9千人、12歳以上の人口の対象者の約 80% になっております。全人口の割合では約 73% となります。次に2回接種を完了した方は64万3千人で 76.0%、 全人口の割合では約 69% となります。次に年代別の接種状況をご覧ください。2回接種を完了した方の年代別の割合を見ると、若い人ほどまだ接種率が低いという状況は全国と同じであります。ただすでに予約を入れていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。その方の状況を少し黒っぽいグラフで示しておりますが、これを見ますと予約接種済みまで入れますと10代でも 66.2% になります。高齢者の方は 90%、こういうことになります。このように年代が若くなるにつれまして課題はあるわけでありますが、現時点では10代の2回接種完了者は約 39%、しかし予約を入れますと 65% を全ての世代で超えていることになります。こうやって今後各年代とも2回接種の完了者は着実に増えていくものと見込んでおります。順調に予約接種が進みますと10月末にはほぼ8割の方が2回の接種を完了する見込みであります。また来月の半ばになりますと希望するほぼ全ての方が、これは8割以上の方でありますが、2回の接種を完了する見込みとなっております。次にワクチンの効果であります。まずはこの感染しにくいということであります。数字で見ますとですね、9月から10月の15日までの感染者で見ますと、2回接種をして14日経過された方はそれ以外の方と比べまして約14分の1に抑えられております。また接種が進む40代50代におきましては感染者がピーク時の70分の1まで減少いたしております。わかりやすく言いますと1万人強の方が陽性市内で確認されておりますけれども、2回接種をされてブレイクスルーで感染をされた方は400人少し超えたぐらいであります。次に重症化しにくいということが言われております。本市においても同じでありまして、重症予防効果は確かにあると考えます。本市で2回接種をして14日経過をされて、ふうにこの感染された方を見ますと重症まで悪化した人は確認されておりません。このようにワクチンの効果は本市におきましても数字に明確に表れております。ぜひともワクチン接種を検討していただきたいのであります。次にワクチンの追加の接種のご案内をさせていただきます。これまでファイザー社製につきましてはですね、国からの供給が枯渇しておりましたが、これからまた供給されていく見込みとなりましたので、ファイザー社について、
それと、今行っておりますモデルナの今後の見通しについて申し上げたいと思います。今週の末からですね、ファイザー社のワクチンによる集団接種を追加で実施することになります。これはワクチン接種後ごくまれではありますけれども、心筋炎などを発症する事例が報告されております。また10代20代の男性の場合、この武田モデルナ社製のワクチン接種後の発生頻度が、ファイザー社のワクチン接種後よりも高いとされております。これを踏まえまして、10代20代男性の方を中心に接種の選択肢を提供したい、まだ接種をされていない方に新たな接種機会を提供するものであります。そこで、予約枠の追加であります。現在の集団接種の会場で予約枠の追加を行います。10月23日の土曜日から11月21日日曜まで、毎週土曜日日曜日午後の予約枠を増やします。場所は現在実施中の会場である市内の12会場であります。次に新規の実施であります。新たに東西各1会場におきまして接種を行います。市内の12会場での接種は11月21日まであります。11月27日から12月26日まで毎週同日曜日の14時から17時に実施をいたします。場所は小倉北区のあるあるシティと八幡西区のコムシティであります。対象は満12歳以上の市民でありますが、10代20代の男性には優先枠を設定いたします。5割程度を考えております。予約の受付は10月22日午前9時から開始をします。1日あたり約600枠であります。ここで皆様によくご案内申し上げたいことはですね、このモデルナを最初に打ってファイザーに変わる方もいらっしゃいます。ネットの処理ができないので、希望される方はコールセンター、区役所の相談窓口への来所、このいずれかによって予約をいただきたいのであります。ネットの予約サイトはこのファイザー社製については不可とさせていただきます。画面をご覧いただきますと、現在可能な会場がこうやって掲示をされております。アルアルシティ、コムシティでは毎週水木の18時から21時にも、武田モデルナ社製のワクチン接種を行っております。こちらは平日夜間の接種ですから、仕事帰りなどでの接種も可能でありまして、合わせてご検討をいただきたいのであります。次の画面になります。これまでご説明した内容をですね、わかりやすくといいますか、ビジュアルにまとめますと次の通りであります。現在実施している武田モデルナ社製のワクチン接種が毎週水木、アルアルシティとコムシティで実施をします。1日約700枠であります。新たに追加するファイザー社製のワクチン接種は毎週同日曜日に実施します。このうち11月21日までは市内12会場で実施をします。1日約600の枠であります。その後11月27日から12月26日までアルアルスティとコムスティで実施をいたします。1日約600の枠であります。こうした取り組みを通じまして、希望される全ての市民のワクチン接種の完了を目指します。引き続き感染拡大防止、適切な社会経済活動の再開などにつなげてまいりたいのであります。この件は以上であります。次に、若者のワクチン接種を推進していくためのテレビ CM の放送開始についてご報告をいたします。今後の感染再拡大防止を図り、ワクチン接種の推進など感染症対策に関する広報啓発活動を強化するために、テレビ、CM や SNS 発信、
街頭の大型ビジョンの放映などを一体的に行う総合広報活動を10月22日から開始をいたします。特に若者のワクチン接種を推進することが課題でありますから、積極的に PR を行っていきたいと考えます。今回私には打つ理由があると題しました映像を制作してテレビ CM として放送することにいたしました。合わせて感染した方や様々な理由でワクチンを接種できない方への差別の防止を啓発するための動画も制作して SNS などで発信する予定であります。完成した映像3本それぞれ15秒でありますので、皆様にここでご覧をいただきたいと思います。たくさんお守り作りたいので打ちました。みんなと安全に楽しみたいから打ちました。安心して友達とランチに行きたいので打ちました。私には打つ理由がある。北九州市。この子コロナに感染したんだって。そうしたんだ。以上であります。ぜひ皆様の宣伝をよろしくお願い申し上げたいと思います。テレビの CM 放送と同時に市内の街頭の大型ビジョンがありますし、 SNS でも配信を行います。多くの若者にワクチン接種を検討していただければ幸いであります。現在小倉駅に隣接するあるあるシティや黒崎駅前のコムスティで接種会場を設けております。利便性の高い場所にありますので、学校や仕事帰りなどに利用していただきたいのであります。当件は以上であります。続きまして、サステイナビリティボンドを初めて販売いたしました。その実績の報告をいたします。10月28日に発行予定の自治体初となるサステイナビリティボンド、愛称は北九州市 SDGs 未来祭と呼んでおりますが、この販売実績についてであります。この主催は機関投資家向けには100億円、個人投資家向けには5億円を販売いたしました。機関投資家向けにつきましては、発行枠100億円に対して10倍を超える需要、約1000億円超が集まりました。これは他の自治体が発行する同月同年限10年債同規模の ESG 債ではない、つまり通常の地方債で見ますと、その募集倍率が約 3.9 倍から 4.3 倍でありますから、その2倍を超える水準となっております。また今回48の機関投資家にご購入いただいておりますが、事務主幹事証券会社の調べでは35社が新規の投資家と7割超を占める結果となっております。さらに本市の SDGs 関連プロジェクトに賛同してこの資材を購入し、かつそれをホームページなどで発信をいただいている投資家があります。その数、いわゆる投資表明件数は41件に上ります。具体的な投資家名は発表資料の別紙1に記載しております。 ESG あるいは SDGs の推進への積極的な投資を通じまして、持続可能な社会の推進に貢献していくという機関投資家の強いニーズをしっかりと捉えることができた確かな手応えを感じております。一方、個人投資家向け5億円につきましても募集開始から4営業日で完売となっておりますが、販売初日で約 99% が売れてほぼ完売の状況でありました。158人団体の方々にご購入いただきましたが、そのうち今回対象を広げた本市を応援する市外在住の個人法人等の方々が22人団体含まれております。
風力発電の関連産業の総合拠点化や、全国でトップクラスの子育て教育環境の充実に向けた取り組みなど、SDGs のトップランナーを目指しております本市の先進的な取り組みについて、投資家や市民の皆様にご理解をいただいたことが、今回の結果につながったものと考えております。この場をお借りいたしまして、多くの機関投資家、そして個人投資家の皆様に深く感謝を申し上げます。今回募集した資金については、各種プロジェクトの推進のための貴重な財源として活用させていただきまして、市の持続可能な未来につなげてまいります。この件は以上であります。結びに、世界体操新体操選手権北九州大会についてご報告いたします。18日からついに2021世界体操新体操選手権北九州大会が開幕をいたしました。これまで世界体操の男女予選が行われ、オリンピックでは見られなかったアスリートの素晴らしい演技の数々、そして日本勢の奮闘は日本中、そして北九州市民に大きな感動を与えてくれています。今日からいよいよ決勝も始まります。予選を勝ち上がった選手たちにこれまで以上の熱い応援を届けていきたいものであります。またこの大会は国の技術実証としまして、ワクチン検査パッケージを導入しております。これは観客をワクチン接種者もしくは陰性証明の掲示者に限定する方式でありまして、有効席数 100% の有観客で開催するものであります。入場時の確認作業、密を避けるための混雑対応など、どのような問題があるか今回の技術実証を通じて検証していくことにしております。今までのところ大きな混乱はありません。観客の皆さんに安心して大会を楽しんでもらえていると聞いております。また本大会でも選手関係者の中に新型コロナの陽性が判明した事例もあります。マニュアル通り早期に発見し隔離し、感染拡大を抑え込めておりますが、市民の皆様にはこの大会の開催がこれまで実施してきたマスクの着用など感染症対策をおろそかにしてもいいということでは決してありません。そのことをご理解いただきたいのであります。日常生活を取り戻していくためにはワクチンの接種や基本的な感染対策の徹底が大切ということを改めてお願いしたいと思います。それではご質問を受けたまります。西原西日本新聞です。よろしくお願いします。まず今日発表があったファイザー社のワクチン接種に関する点なんですけれども、この全体の枠、何万枠とかっていうのはあるんでしょうか。それともう一つ、世界体操新体操の件で、先日延期後に選手が陽性判明をしたという事例があったと思うんですけれども、バブル方式を取っていても、やはりそういう観客とどうしても近いところで陽性反応が出てしまうと不安視する声もあると思うんですけれど、この辺はどういうふうに受け止めていらっしゃるか。ワクチンのことについては後ほど事務方から補足をさせていただきますが、昨日も皆様に大変ご心配をおかけいたしました。外国人の選手、大会関係者は入国するときに厳格な検査を受けて、パスした方だけが北九州市に来られております。そして国とこの大会の組織委員会が協議をして定めたルールがありまして、1日目、2日目、3日目といずれも検査を行うことになっております。そして6日目にも検査を行っておりまして、このコロンビアから入国をされた選手はいずれも全て陰性でした。つまり6日目というのはおとついのことでありますが、その翌日に検査をしております。これは試合に負けたので帰国の手続きに、この陰性証明が必要だということで検査を受けたと聞いておりますが、そこで陽性が確認をされたという事案であります。
まずは大会を一時中断をいたしまして徹底した消毒を行ったところであります。総合体育館ではだいたい15分で全体の換気を行うところでありますけれども、そうしたものは当然行ったわけでありますが、同時にですね、一緒に、食事をしたり、練習をしたりする同じ国のチームメイト全員に対して PCR 検査を行っておりまして、その陽性になった方を除く全員のチームメイトは陰性でありました。そういう経過でありまして、この入国するとき水際で厳格にチェックをしておりますし、3日続いて行い、また6日目も陰性になっていたのに7日目に、この陽性が確認されたというケースであります。当初からですね、これは日本国内においてもそうでありますが、どれほどこの感染対策を講じましても、どうしても一部に出る場合があります。でそこで、組織委員会としてもですね、それを感染を封じ込める、決して、拡大させないと、いうことは徹底した対応が必要という認識で臨んでいたわけでありますが、今回こういうことでご心配をおかけしたことは申し訳なく思っております。ただ経緯はそういうことでありまして、一番やっぱり可能性があるのは一緒に食事をし練習をしているチームメイトでありまして、全員はいずれも入国に続いて4回の調査で陰性だったわけでありまして、今回も陰性を確認しております。そういった意味で何としてでもこれを封じ込めないといけないということで努力をしておりますが、現時点においてはそういう経緯 にあります。今後とも感染症対策には万全を期していきたいと考えております。保健福祉局で、ワクチン接種の担当課長としております井上と申します。よろしくお願いいたします。先ほどご質問がございました、ファイザー社製の枠すべてでいくつかということでございます。1日あたり約600枠ということで今回追加枠がございまして、土日合わせますと1週間で約1200枠となります。それが今週末から12月末まででちょうど10週間ございますので、10を掛け合わせますと約1万2000枠ということでご理解いただければと思います。以上でございます。もう一点すいません、先日公示された衆院選の件で市長が自民の山本さんと三原さんのところの出陣式とかに顔を出されてたと思うんですけれども、今回その立憲民主党が共産党を拡大協力を結ぶというような話も出ている中で、立民の方に行かれなかった理由とか意図とかっていうのはあるんでしょうか。国政選挙に限らず、選挙につきまして自分の心情的な思いは別として、首長としてはですね、市民の賢明な判断を守りたいということでこれまで来ておりまして、ただですね、この4年間、北九州市のために、ご尽力をいただいた点についてはですね、一言謝意を申し上げるということはですね、自分としてもそれは市長として、必要なことではないかと考えまして、できればいろんな集会というのは各政治家お持ちでございます。そういう席上に呼ばれることはよくありますので、そういう席上で、この間のさまざまな地域貢献のご尽力について謝意を述べるということは今までしてきているわけなんですが、今度の場合は突然の解散日程になりまして、なかなか集会を事前に組むということが難しいということで、それが出陣式となり、そしてまた、もう一人の候補者については、連合の政策制度決起大会が例年開かれておりまして、そこで、一言申し上げた次第であります。野党共闘ですか、自分は国政のそういうことはよく分からんのでありました。
やっぱり地元自治体としてはですね、新型コロナについてですね、この1年半の、教訓反省を踏まえてですね、しっかりと対応していただきたい。その場合ですね、経済的なダメージを受けている庶民の生活、中小企業者をですね、守るための方策に大いに期待をしているということが一つあります。それから北九州空港であり、洋上風力であり、さまざまな未来志向のプロジェクトが順調に進んでおりますので、こうしたことにご理解をいただき、バックアップをいただきたいと、そういったことを中心にお話をしております。従いまして、国政の一部で言われているような政権選択、共闘のあり方、云々については自分は発言をしておりません。ありがとうございます。幹事社から以上です。福田さん、お願いします。朝日新聞のジョンと言います。ファイザー製のワクチン追加の件についてお伺いします。今回国からまた供給があったということなんですが、これはモデルナの方が心筋炎が起こる頻度が高いということで、ファイザー社製をさらに国が供給したと、そういう理解でいいんでしょうか、それとも全く別のことで供給があったということなんでしょうか。国の方でどういう事情になっているのかは詳細しません。もしあれば後から答えますが、やはりファイザーを受けたいという人は最初から結構いたんですね。それは職域接種、あるいは大学の接種などを通じまして、やっぱりファイザーは3週間でなりますね。モデルナは1ヶ月って長いですし、やはりファイザーの方が馴染みがあるといいますか、いろんな人が受けて副反応がどうであったかということは大変気になるところでありまして、そういうことから安心感もあったものと思います。ただモデルナが始まって、モデルナアームという言葉がある、ファイザーアームということは聞きませんけど、モデルナアームというのがある。実際の副反応をいろいろ調べていくとそんなに差はないのかもしれませんが、ここに来てやっぱり心筋体に対する影響がもう一つあるという懸念材料が出てまいりまして、やっぱり1回目モデルナを受けたけど、なんとかファイザーがもし受けられるようになるならばファイザー2回目にという要望が出てきたこともございまして、ファイザーの供給を対応していたところであります。保健福祉局の上でございます。少しだけ補足させていただきます。基本的には今市長がおっしゃられた通りでございまして、やはりファイザー社製のワクチンを希望される方がずっといらっしゃるというのはやはり事実であります。ただ国の方がこれまで基本的に、一旦予定してた供給というのは10月の上旬で一旦終了しておりまして、9月末の通知でもですね、基本的には今後モデルナ社製のワクチンの活用を検討してくださいということで各自治体に話があっていたところであります。そうしたことでございまして、前回そのモデルナ社製の今ワクチンの推移、木曜日に接種を行っているところでありますけれども、市長からもご説明いたしました通り、ファイザー社製のワクチンも合わせて要求がずっと市としては続けていたところであります。で、今回そうしたところにこの話も、新規の話も新たに出てまいりまして、それも合わせてということで、国から供給のご連絡が改めていただけたら、そういったことでございます。以上です。すみません、NHK の安永です。今回のファイザー社製のワクチンの集団接種なんですけれども、接種対象者が満12歳以上の市民、全員だと思うんですけれども、優先枠を10代、20代男性に設定する、10代、20代男性に設定するってあるんですけれども、これ、優先枠というのは どういう形のものなのか、要はその他の、30代以上の方と予約が重なった際に10代、20代の方を先に取らせるとか、何かどういう形で優先するのかっていうのを教えてほしいです。事務的なお話でありますけれども、市長から先ほどご説明いたしました通り、一応5割程度のですね、枠として確保したいと思っておりまして、その先に取っていただくとか、そういったことではなくて、その10代、20代男性以外の方のご予約も随時お受けするんですけれども、
やはり10代、20代男性の方が一定程度、そのモデルナワクチン1回目打たれた方がですね、2回目ファイザーの方に変更したいという、まあ、ちょっとご相談も今少し数件いただいているところでもございますので、そうしたことも考慮いたしまして、一定の枠を設けるということでございまして、スピードを調整するということではなくて、枠の管理で対応したいと思っております。以上でございます。ありがとうございます。ごめんなさい、あと1点だけ。まだ国の方でも検討進んでいる状況ではあると思うんですけれども、3回目のワクチン接種についてなんですけれども、これについて今、検討したとか、何か今、どのような形でやってるのかというのを教えてほしいです。今、国の方でも、医療専門家を交えた分科会におけましても、鋭意検討が進んでいると思います。海外の状況などを見ますと、免疫が少しずつ下がってくるという中で、3回目のブースター接種というのは広く行われてくると予測をします。したがいまして日本政府におきましてもある一定時期から一番最初に打たれたのは医療関係者でございますので、医療従事者は医療の専門家でありますから、この3回目の接種ということについては非常に深い見識関心をお持ちでございます。国とのやり取りの中でそれが具体的に段取りが決まっていくんだろうと。そうしますと、おそらく年が明けましてですね、この地方自治体におきましても3回目ということがいよいよ現実味を帯びた議論になってくるものと思います。今は国におけるですね、この医療専門家を交えたこの協議の模様というものを注視しているところであります。その方向になりますれば、地元医師会とよく相談をして機動的にしっかりと対応できるように準備をしていきたいと思います。気持ちの上ではこれはやっぱり3回目の接種になるというふうに思います。よろしいですか。読売新聞の秋田と言います。先ほどの世界体操の関係でちょっとお尋ねしたんですけれども、昨日感染が確認されたそのコロンビアの選手に関してなんですが、バブル方式が待ってて、というか水際のですね、検査体制とか対策が徹底されている中でも、こういうふうに感染者が確認されてしまったということなんですけれども、昨日感染が判明した方に関しては、例えばそのバブルから逸脱するようなケースがあったりとか、そういう事例が確認されているかどうかというところと、感染したということについて、今のところ考えられる要因というのはどういったところなのかというのを、お伺いできればと思います。お願いします。オリンピックの時もそうでしたけれども、今回の組織委員会におきましても、どの国の選手か関係者かということは非公表ということであります。コロンビアからの入国者という言い方をされておりますので、そういう言い方を私どもさせていただきますが、先ほど申しましたように厳格な水際対策に加えて4回の検査を行って全て陰性であったということであります。無症状で今隔離して、医師が様子を見ておりますけれども、入国してからはバブル内の行動をしていたものとこのように聞いておりますけれども、詳しいことはですね、今後の検討課題、調査の課題だというふうに思っております。どういうことがあり得るのかであります。やっぱり一番身近に、生活を共にしているのはチームメイトだと思いますが、チームメイトも4回の陰性をクリアをしてですね、そしてこの度出国の体制に入っているということですので、どうして1人だけが陽性が確認されたのか、これは時々あることでありますが、かつて陽性になった人が健康を回復した後にですね、そのウイルスのかけらが残っていてPCR 検査の時に反応してしまう可能性があるということです。その場合は CT 値において
これはもう陽性か陰性かギリギリのところに出てくる場合に、そういう場合にですね、疫学的調査でこれは陰性なのかもしれないということになる場合が一般論としてあるということなんですが、実はそのことはまだデータが私ども入手をしておりません。わからないんですね。行動は、バブルで定められたルールに沿って行動していたというふうに選手団の方からは聞いておるという段階です。ありがとうございました。朝日新聞です。重ねての質問ですみません。今日の発表事項ではないんですが、教育委員会絡みなのでちょっと市長にお尋ねするのはどうかと思うんですが、一応ちょっと、市民サービスという視点で、ご質問させていただけたらと思います。公立幼稚園全て廃止するという方向で、今なっていますけれども、その点で保護者の方々からたくさん陳情が出されているようです。主な内容としては議論が保護者や子ども不在で進められてきていて、それが子育て日本一を表明している北九州市にしてはどうしてそういうことになったのかというような内容が、主なもののようです。で確かに議論は法的にきちんと基づいて進められていて、手続き上問題はなかったと思います。全廃の方向も仕方がないことなのかもしれないということも保護者皆さん理解してされていらっしゃるようです。ただその保護者子どもが不在の中進められていたということで、公立幼稚園が8円から4円に減った際にも保護者のハレーションが起きていたようですけれども、その時の反省を生かしたことがどうしてできなかったのか、手続き的には問題なかったけれども、そもそも問題がないということが市民との、市民感覚と行政の間でかけ離れてしまっているんじゃないか。特に幼稚園なんかは保護者、子どもが利用するものであるので、そこの視点に寄り添った手続きにはないことかもしれませんが、そういったフォローなどが必要だったのではないかと思います。その点市長の見解をお伺いできればと思います。今のご指摘の保護者などのご意見については重く受け止めさせていただきます。ただですね、唐突すぎるんではないかというご指摘がありますけれども、これまで市議会におきましては公立幼稚園の役割は終えたのではないかと、ほとんどの子どもは私立の幼稚園で立派に幼児教育を受けているし、私立幼稚園の経営者もですね、幼児教育の推進向上のために一生懸命頑張っているし、市議会もまた国の方にも要請活動を繰り返して、そういうことをやってきている経緯があると、従いましてもう廃止してはどうかということがですね、この数年間の記憶をたどりましても時折、与党の会派からも出ていたテーマなのであります。その都度ですね、これは非常に重要な課題だと認識しておりましたので、慎重に議論をして教育委員会の考え方もよく聞いた上で、市としてこれは教育委員会の方からお答えをしたことが多いと思うんですが、現在は市長からも行財政改革という面もあるでしょうからお答えをしておりますが、公立幼稚園の果たしてきた役割をですね、その機能というものをいかにして継承して、今後の幼稚園教育の中に生かしていくかという、その点が大事だと、廃止することによっていくらの経費が生むのではなくて、幼児教育全体の中に、公的な教育の良さというものを継承発展させることが課題で、そのためのさまざまな検討を行っているということは既に申し上げてきております。今回教育委員会の方から出ておりますものはですね、そうした方向性に沿って十分に検討した結果ですね、それは現行の体制の中でしっかりと継承していけると、そのために必要な支援策というのを追加は必要になるとしてもですね、
そういうことだと判断をして、まあ、今日に至っているところがあります。ただ議会においてはその都度この問題について市の立場を表明をしてきているんですけれども、いざとなった時にですね、保護者をはじめとして関係者の中に、唐突感といいますか十分な説明というものが少ないというご意見が出ていることは市長としても重く受け止めたいと思います。まあ、ここまで来ていることをご破算にしてもう一度元へというわけにはいかないわけでありますけれども、そういう意見が出ているということは今後のですね、対応、また関係方面への説明、またこうした類似の課題に対する市の今後の基本的な姿勢のあり方としてですね、受け止めさせていただきたいと思います。確かに議会でずっと議論されていた話ではあるかと思うんですが、幼稚園なので保護者も子どもたちも議論の最初から在園しているものではありません。で、園長にとっても市教委の方は、まあ、園長に説明をしていた、園側には聞き取り調査をしていたということなんですけども、4月に着任したばかりの園長先生いらっしゃったそうですが、聞いたことがなかったということでした。確かに議論は前々からあったかもしれませんが、実際に現場にいる方々たちにとってはそれは知ったことがない話かと思います。で、それをもって前々から議論の話があったことだと答弁を平気でなさってしまう、そこが市民感覚とずれているんじゃないかなと私は思いましたので質問させていただきました。改めて今のお尋ねを受けてお答えいただければと思います。現実に幼稚園の関係者、まあ、ひいてはその保護者も含めてどういう形で、具体的な日程で、説明をしてきたのか、ちょっと今手元に資料はありませんけれども、まあ、そのようなご意見が出ているということは今となってはいるわけでありますけれども、今後のこともありますので教訓としてしっかりと受け止めさせていただきます。毎日新聞の青木と申します。すみません、ちょっと戻るので世界体操の方を伺いますけれども、今のところ大きな先ほどの選手団の予選等はあってますけれども、観客側の方について、まあ、実証実験側の方になるかと思いますけれども、まあ、大きな混乱は特にないというところではあるのかとは思うんですが、初日に、伺った時にも、入場で、検査の時間が、過ぎて条件の時間を過ぎた検査証明をお持ちになって、その場での入場を断ったケースが、あったということでしたけども、その後会期が続く中で今のところの中で入場を断ったケース、そういった条件に合わず断ったケースがどれぐらい合っているのかというのを何か集約等があれば、お聞かせください。それから、これからまさに今日から決勝等も入っていきますけれども、これまでの予選の中でも日本選手が出る場面なんかでやはりどうしても声が出る、まあ、もしくはその関係者から声出てたのかなという感じもしますけれども、拍手が基本という中でもどうしてもやっぱり声が出るとか、それはやむを得ない部分もあったでしょうが、まあ、そのあたりをこれから決勝などの興奮もまさにしていくのでそういった場面も出てくるかと思います。また続く大会の中で観客に向けて、求めたいこと、注意していただきたいこと等々があればお聞かせください。2人は少なくともお帰りをいただいたというか入場できなかったということは知っておりますが、数件あるんではないかということも、それは後ほどじゃあお答えさせていただきます。本来このワクチン検査のパッケージをですね、組織委員会全会一致の賛同のもとに、国に対する要望ですので県と市が行ったという経緯があるんですけれども、その中で市として、まあ、それは私の知る限りなんですが、そのパッケージ方式というのがですね、
当時の国や自治体の方針によればですね、2分の1は可能である、つまりそんなワクチンとか検査とか必要としない、誰でも2分の1は入れるという状況にあるわけです。でそれではですね、選手たちはバブルの中で、窮屈な思いをして耐えてもらう、これできることは次続いてスタッフの中から感染者が東京に出ていますので、ここについても8月段階でぜひとも要請を出さないようにワクチンの接種を要請したりしてまいりました。残るは観客であります。周りがみんな徹底してもですね、観客のところで2分の1にそれがないとするならば、これはやはり全体として、感染再拡大の可能性はリスクは高いと判断をしまして、それでいやフルにするためではなくてですね、やっぱり2分の1無制限に入れてしまうと対するリスクを考えて国に申請をしたいであります。まあ、そういった意味では感染というのは飛沫を通じてと言われておりますので、声を出すということがお酒を飲んでも食事をしても何でもそうでありますが、飛沫を飛ばすということが懸念されておりますので、声についてはですね、まあ、今後とも、僕も一度だけ村上真愛さんの演技をわずかな時間だけしか見ていないんですけれども、その時は拍手であんまり声は出てきなかったと思ったんだけど、声について大声出さないようなその静止についてのアナウンスをどうしてたか、ちょっと付け加えてください。世界体操新体操選手権担当たちの柳でございます。まず1点、今回のワクチン検査パッケージにおきまして、まあ、入場拒否に当たるような形になった方の件数でございますが、今集計上で私の方でお話をお伺いしておりますのが、18日に、5名、そして19日、こちらも同じく5名で、この内容につきましては、陰性証明のですね、まあ、ちょっとその時間が、72時間というふうなところの時間が、まあ、ちょっと守られてないであったりとか、陰性証明やワクチン接種証明だけに限らずですね、ご本人様 の本人確認証はこちらも提出をしていただくんですが、運転免許証であったりとか、そういったところの提示についてなかった方、でこれはちょっと別で聞き取りをしたんですけれども、ご自宅にたまたまちょっと忘れてこられたということで、取りに帰ってでまた再入場された方、こういった方も多くいらっしゃいます。ただちょっとその先ほどの保険保険の割合の中でそのうち何名が戻ってきたのかといったところまではちょっと把握ができておりません。そういった状況でございます。また昨日の20日の分につきましてはまた集計が出てきましたらお尋ねいただきましたら回答させていただきたいなと思っております。そしてもう一点、選手の大声、こちらの感染について、のその対策でございますが、館内のですね、観客席のそれぞれのサイドの方にスタッフの方を配置しておりまして、でもしちょっと興奮気味にですね、お声を出されるこういった声を出される応援があった場合につきましては、スタッフの方からお声かけをさせていただきまして、申し訳ございませんがお控えくださいというような注意をするような形で操作していただいております。以上でございます。他よろしいですか。